くよです。葵だぜ。写真ネタってかなり盛り上がるわよね。外れなしだよな。写真には真実以上の何かが映るものなんだ。特に白黒写真って何かありそうな感じがするよね。確かに年代物の写真は時に鮮明な動画より多くを語ってくれたりするな。深いわね。そんな写真のネタがあるなら紹介してもいいんじゃない？どうした急にウーバーイーツの CM みたいな言い方して。まあいい。じゃあ今回は一見普通だが意味がわかると怖く見えてしまう写真を紹介しようかな。いいんじゃない？最初に紹介するのはローソン一家の家族写真だ。こちらがローソンご一家なの？そうだ。撮影されたのは1929年のクリスマスの数日前だ。ごく普通の家族写真にしか見えないけど？よく見てくれ。何か変わったところはないか？さっきからじっと見てるけどどこも変化してないよ。どこが変わったでしょうか？クイズじゃないんだからいくら見ててもどこも変化しないぞ。あ、でも最初真ん中にもう一人立ってなかった？だからそういう企画じゃないんだって。やばい。写真凝視しすぎて目が回ってきたかも。しっかりしてくれよ。強いて言えばみんな表情が硬いかな。でも1929年当時の集合写真なんてみんなこんな感じなんじゃない？だが実はこの後この家族に恐ろしいことが起きるんだ。何？事件の中心となるのは後列の右から2番目に立っている男性だ。彼の名前はチャールズ・ローソン。父親であり一家の大黒柱だった人物だ。そう言われてみるとなんとなく目がうつろね。アメリカのノースカロライナでタバコ農家を営んでいたローソン家は非常に貧しく生活に困窮していたんだ。この硬い雰囲気は生活苦のせいだったのね。もちろんそれもあるがこの時チャールズは他の問題も抱えていたんだ。なんなの？娘のマリーに手を出して妊娠させてしまったんだ。チャールズ何やってんの？ちなみにマリーは後列の左から2番目の女性だ。そんな状況でよく家族写真なんて撮る気になったわね。おそらくもう先のことを考える必要がなくなったからだろうな。どういうこと？この撮影のおよそ1週間後のクリスマスの午後、チャールズは12口径のショットガンで家族全員を撃ったんだ。もう取り返しがつかなくなったから全員道連れにしようって？そうだ。奥さんと幼い子供たち、そして自分の子供を宿しているマリーまでも次々と手にかけた後、チャールズは一人森の中に入って自ら命を絶った。この写真は一家心中の数日前に撮られた家族写真なんだ。ひえー、この写真の時すでに心に決めていたのかな。そうかもな。この悲惨な事件で唯一生き残ったのはこの日外出して家にいなかった。後列一番左側のアーサーだけということになってしまったんだ。超貧乏な上に娘に手を出しておいて、家族写真を撮ろうなんて言われて奥さんはどんな心境だったのかな。それはもう本人の口からは聞けないからな。想像するしかない。なんか奥さんの表情がだんだん険しくなってきてるような。次にお見せする写真は檻の中の女性だ。檻？これって檻の中なの？そうなんだ。この写真が撮影されたのは2020年の8月。撮影場所はフィリピンの人里離れた村の一角だ。割と最近の写真なのね。写真自体はな。でもこの写真には恐ろしい真実が隠されていたんだ。なんだろ。実はこっち側が檻の中だったとか？違うって。重要なのは柵の向こう側にいる女性だ。この女性はここで何をしてるの？彼女は村人によってこの場所に25年間も幽閉されている女性なんだ。25年も？この写真を撮影したのはジェダ・クラチャナキンスさんという人物だ。フィリピンのセブ州にハイキングに来ていたジェダさんは、たまたまこの檻の近くを通りかかり閉じ込められている女性の存在に気づいたらしい。熊とかイノシシならまだしも檻の中にいたのはなんと人間だったってわけね。40代半ばと思われるこの女性は若い頃から精神に問題があったんだ。母親を亡くした後、一人暮らしをしていたんだが危なっかしいところがあり、ふらふら出かけて車に轢かれそうになったこともあったそうだ。危ないわね。そこで近所の人たちは協力し合って女性の家の脇に小さな檻を作り、彼女を閉じ込めることにしたんだ。確かに危ないけどだからといって閉じ込めるっていうのはどうかと。食事などは村人たちが交代で運んでいたそうだ。他に方法はなかったのかな？そして25年の月日が流れた。きっと食事を運んでた村人たちも世代交代してるわよね。フィリピンの農村地域ではこうした監禁は決して珍しくないと言われている。精神を病んだ人たちのケアに関する知識や情報が乏しいから病院に連れて行くという発想がないんだろうな。経済的な理由もあるのかもね。この写真は SNS を介して拡散され多くの人が知るところとなった。もしジェダさんがこの檻のそばを、
通らなかったらこの女性は閉じ込められたまま檻の中で最後を迎えることになっただろう。いろいろ考えさせられるわね。次に紹介する写真はブリュッセル万国博覧会だ。博覧会を見に来た女の子の写真なの？かわいい子ね。実はちょっと違うんだ。じゃあ超人気子役の握手会とかそんな感じ？それもちょっと違う。ちょっとって何なのよ。あ、今度こそこの写真のどこかがちょっとずつ変化してる。それは全然違う。もっと写真をよく見てくれ。何なのよ。小さな女の子が柵越しに大人たちと触れ合っているようにしか見えないけど？実はこの子は来場者ではないんだ。え？じゃあ心霊写真？違うって。この子は展示されているんだ。え？ちょっと何言ってるかわからないんですけど。ここはいわゆる人間動物園。この子は万国博覧会の出し物として展示されていて、周りの大人たちはこの子を見に来ているんだ。頭がついていかないよ。どういうこと？この写真は1958年開催のブリュッセル万国博覧会で撮影されたものだ。この子は今後から連れてこられた少女で名前はジャッキーという。見せ物として連れてこられたってこと？今では考えられない話だが1810年から1958年まで欧米ではこうした展示がよく行われていたんだ。こうした人間展示的なものを見に行った人は14億人にも上ると伝わっている。観客動員数半端ないわね。植民地の人々が珍しかったんだろうな。自分たちは文化的な生活をしているという優越感もあったのかもしれない。なるほど。ってまだ理解しきれてないけど。こちらはアメリカのコニーアイランドに設けられたアミューズメントパークで1905年に撮られた写真だ。手前にいるのはフィリピンのイゴロテ族という民族の人たちだが、柵の向こう側にスーツ姿の男性が立っているのがわかるか？見物してるのね。現代人からすると悪趣味の極みだが当時はこういうのが当たり前だったんだ。1958年まで続いたってことはこの女の子の写真は人間動物園の末期のものなのね。そういうことになるな。見せ物だったということは写真もたくさん残ってるの？ああ、見ている人たちは笑顔だし一見ほんわかした平和な写真に見えるが、とんでもない光景を写したものだったんだ。今私たちが当たり前にやってることも50年500年後にはけしからんことになってるかもしれないね。先のことはわからないからな。でもこうした過去の写真から学ぶことはできるさ。私たちも日々アップデートしていかないとね。次に紹介する写真はボストンマラソンだ。あれ？何か揉めてる？この写真は1967年に開催されたボストンマラソンでの一コマだ。ゼッケンをつけたランナーたちに混じって黒いスーツ姿の男性が写っているのがわかるかな。何かしら、沿道の人が興奮して乱入したとか？ちょっと違うんだ。ということは？写真がちょっとずつ変化するわけでもない。じゃあなんだろう。三角関係？違うって。実はこの頃のマラソンとは男子の競技であって女子は参加できなかったんだ。え？でも真ん中にいるのは女性よね？そう。この人は当時20歳の学生キャサリン・シュワイザーだ。彼女は性別を隠してボストンマラソンに出場したんだが 10km ほど過ぎたあたりで、大会関係者に見つかってしまった。これはまさにその瞬間を捉えた写真なんだ。なるほど。ということは後ろのスーツのおじさんが大会関係者なのね？そうなんだ。彼はランナーの中に女性がいることに気づき俺たちのレースから出ていけ。と叫んで彼女の後を追いかけゼッケンを剥ぎ取ろうとしたんだ。今こんなことしたら大炎上で身ぐるみ剥がされるわよね。だが当時はこういう風潮だったんだ。おそらく女性が走っていると知って驚いた人も多かったはずだ。それでキャサリンはこの後どうなったの？つまみ出されちゃったの？こちらの写真をよく見てほしい。他のランナーが止めに入ってるのかな？ああ、キャサリンの周りにいたのは一緒に出場した彼女の友人たちだったんだ。素晴らしいわ。友人たちの助けもあってキャサリンは無事4時間20分で完走した。彼女はただ走りたかったとコメントしている。かっこいい。ファンになっちゃうかも。この時のキャサリンの姿は世界中で話題になり、この5年後からボストンマラソンで女子の参加が認められるようになったんだ。翌年ってわけにはいかなかったのね。でも大きな進歩よね。そうだな。オリンピックで女子マラソンが正式種目になったのが1984年だから。ボストンマラソンよりさらに年数がかかっている。世界に目を向けると、女性はフルマラソン走れるほどスタミナがないはず。女性らしさが失われるという考え方が根強く残っていたようだ。きっと変化が怖いっていう人が多いのね。ちなみにキャサリンは2017年のボストンマラソンに50年ぶりに、御年70歳で出場し4時間44分31秒で見事完走している。女性は強しってことよね。次に紹介する写真はベルリンの壁だ。
ん？何をしているのかしら？あやとり？なわけないだろ。どう見ても有刺鉄線だぞ。これはベルリンの壁で撮られた写真なの？そうだ。ベルリンの壁とはソ連とアメリカが対立していた。東西冷戦時代にベルリン市の真ん中に設けられた壁のことだ。ベルリン市内で東西真っ二つに分断されちゃってたのね。壁が作られたのは1961年のことだ。第二次世界大戦後のドイツはイギリス、アメリカ、フランス。ソ連に分割占領されたため首都ベルリンも4カ国で分割管理されていたんだが、やがてソ連と他の3国が対立してしまい、東西に分断されることになってしまったんだ。なるほど。ソ連側、つまり東側は社会主義陣営となったため、自由主義を掲げる西側との格差が広がるようになった。その影響でベルリン市内でも東側から西側に逃亡する市民が急増していったんだ。それで壁を作ったの？人口流出を抑えるために東側が一方的に築いたものなんだ。うわぁ。全長 156.4km、高さ 3.6m、横幅 1.2m という巨大な壁で分断されたベルリン市民の中には、家族や友人と引き離されてしまった人もいたんだ。とんでもない時代だったのね。壁ができる前まで毎年20万人もの市民が東から西へ逃亡していたというから、どれだけ東側の暮らしがきついかわかるよな。しかもその半数近くが25歳以下の若い世代だったらしい。東側としては何としてでも食い止めないとね。東側は壁を築いただけでなく監視体制も強化していた。だがそれでも西側に逃亡しようとする人は後を絶たなかったんだ。よっぽど東側の生活が嫌だったのね。中には時間をかけて地下にトンネルを掘ったり、気球を使って空からの脱出を試みた人もいたようだ。そこまでしても逃亡したいって思うような生活だったのか。もちろん捕まればただでは済まない。警備隊によって命を奪われた人の数は130人にも上ると言われている。人口流出を抑えたいのに命を奪っちゃったら元も子もないのに。そういう時代背景を踏まえた上でもう一度この写真を見てほしい。そうか。この男の子はベルリンの壁を越えようとしているのね。おそらく左側の兵士は他の兵士に見つからないよう、そっと有刺鉄線を広げて男の子を逃がそうとしているのではないかと思われる。この兵士だって見つかったらヤバいでしょ？当然だ。少年もろとも命はないだろう。そんな一瞬を誰かに取られちゃってるわけね。この二人無事だったのかな？残念ながらそれはわからない。ベルリンの壁は今はもうないわよね？1989年に取り壊されているな。1989年にこの二人が涙の再会とかしてたらちょっと嬉しいんだけどな。ちなみにベルリンの壁というと東西ドイツを分断していた壁だと思っている人も多いんだが、そこまで超でかい壁ではないぜ。ベルリンあるあるね。ちなみに有名な函館のこの写真だが、この細いところが北海道の首の部分だと思っている人が意外と多い。え？違うの？あの写真は函館山の手前の部分だ。北海道の大きさを舐めてはいけない。北海道あるあるだったか。次に紹介するのは崖の奇妙な風習の写真だ。これは新しいタイプのカプセルホテルとか？いや違う。じゃあ誰かの隠し財産かな。丸見えだけど。それも外れだ。かすってもいないぞ。埋蔵金は埋蔵金、なんちゃって。誰も笑ってないぜ。ここに写っているのは棺だ。棺？棺桶ってこと？そうだ。これはフィリピン北部に広がる標高1500メートル以上の山間部にあるサガダという村で撮られた写真だ。そんなに古い写真じゃないわよね。そうだな。撮影年月日は不明だが、この光景は今でも見ることができる。要するにこの地域には岩壁に棺桶を吊るす習慣があるのね。これはこの地域に古くから伝わるハンギング古墳という埋葬習慣なんだ。この光景は村から少し離れたエコーバレーという森の中に実在する。すごいわね。アート作品なのかな？とか思っちゃうかも。この周辺には山岳民族のイゴロット族という少数民族の集落がある。ハンギング古墳はイゴロット族が2000年もの間守り続けてきた風習なんだ。なぜこんな険しい壁に棺を吊るすのかしら。これは亡くなった人を思ってのことなんだ。晒してるわけじゃないのね。この民族には腐敗や墓荒らしを避けるため古くから土葬を避ける習慣があったんだ。また棺をより高い位置に埋葬することで祖先の霊に近づけるという目的もあったと言われている。なるほど。ここなら墓荒らしの心配はなさそうね。こんな高いところに登ったら墓荒らしが墓に入ることになってしまうよな。うまいこと言うわね。現在ではキリスト教文化が浸透してきていて、この埋葬方法を用いることはなくなっているようだ。世界は広いわ。まだまだ知らないことがたくさんあるわね。今回最後に紹介するのは岡山県のとある物件だ。あれ？写真は？
つくよは物件情報サイトを使って部屋探ししたことあるか？あるわよ。部屋探ししてない時もよく見るわ。部屋探ししてないのに？間取り見たり家賃比較したりするの好きなのよね。ここで紹介したいのはそんな物件サイトに2011年に実際に掲載されていた室内写真のうちの1枚なんだ。なんなの？異様に狭い部屋だったとか？掲載されていた写真はこれだ。どなたかいらっしゃるわね。この物件は岡山県倉敷市内のとある一軒家だ。この写真はネット掲示板などで話題になり、不動産業者に多くの問い合わせが寄せられるという事態に発展してしまったんだ。そりゃ問い合わせしたくなるわよね。築30年ほどで間取りは 1LDK、家賃は4万7000円となっている。でも押し入れに何かいるのね。1LDK で2人暮らし。ネットで話題になってからすぐ物件サイトからこの押し入れの写真だけが削除され、やがてこの物件の紹介ページも紹介ページ自体もなくなってしまったんだ。うわぁ、何かあったのかな。物件サイトの写真見るの怖くなっちゃったなぁ。はい、というわけで今回は意味がわかると怖く見えてしまう写真を7つ紹介してきたぜ。最後の押し入れ写真でみんなすっ飛んじゃったわ。そんなこと言うなよ。いろいろ勉強になっただろう。もう押し入れの写真しか頭に残ってないよ。これは荒用事が必要かもしれないな。荒用事？これからたっぷり危険すぎる寄生虫の解説をするから脳をリフレッシュさせるといい。ひえー、お助けください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。